設置されている、袖引き小僧のブロンズ像。袖引き小僧は、日本の妖怪。埼玉県引き群川島町中山上車屋、埼玉県南部付近に伝承が残る妖怪である。下記の行動の通り、姿を見せずに道行く人の足止めをして、いたずらするような行動をすることから、容姿は不明である。妖怪画家、漫画家、水木しげるのイラストでは、黒い体に、 小豚のような顔をした妖怪の姿で描かれている。また、水木の故郷である、鳥取県境港市には、水木の妖怪画を立体化したブロンズ像が多数、設置された、水木茂ロードという商店街があるが、ここにも袖引き小僧のブロンズ像が設置されている。夕暮れの帰宅を急ぐ者の袖を食いと引く。振り向くが、誰もいない。気を取り直して、 歩き出そうとするとまたも手がくいと引かれると言われる。伝承地での話では、袖引き小僧は、元は、落ち武者の例であり、落ち武者が通行人に助けを求めて、袖を引いているとも言う。また、埼玉県の伝承によれば、貧乏な家の子供が、道端の地蔵の陰で、共働きの両親の帰りを待っており、両親が帰ってきたので、飛び出したところ、両親は、 最近評判の盗賊だと思って殴りつけて死なせてしまい、その子供の霊が袖引き小僧となったという。似た妖怪に茨城県筑波郡大保町で置いたオスのムジナが妊婦の匂いに発情して袖を引くという袖引きムジナがある。ありがとうございます。